はい、皆さんこんにちは。二の前です。さあ、本日は先日ね、ヤマハさんから発売された。 こちら、ボッジザロック一人で始める初めてのドラムというこちらの教則本についてレビューをねしていきたいと思いますこの教則本はタイトルにもあるようにこうボッザロックを見てドラム始めたいなと思った方に向けたあ入門書的なね教則本なんですけれども、まあ、じゃあ実際そういった初心者の方がこの教則本使ってちゃんとこうドラムを楽しめるような内容になっているのかだったりとか、まあ、他の教則本と比べてどうなのかとかあとはまあねそのボッジザロックが好きな方がボザロ要素を感じれるような、うん、この教則 教則本にしかないような要素があるのかとかそのあたりの気になるところを今回の動画ではドラム講師もやっている私二郎前の視点からいろいろ話していきたいと思いますうん、ボチドロック自体は2022年のアニメなんですけれどもこの教則本が出たのはね2024年の8月ということでほんとつい最近なんですよね SNS でもね、ちょいちょいこの教則本気になってるみたいな意見見たのでぜひ、ね、そういった方の参考になればと思いますということで早速行ってみましょう はいということで早速、えー、こちらの教則本も最初にね軽く結論言ってしまうと正直ドラムの教則本としてはちょっと微妙だなと。 思っってしまったというのがあ二の前のが二正直な感想ですどんなところが微妙なのか大きくね、二つあります。まず微妙なポイント一つ目は動画がないというところです。最近のね、教則本には DVD がついていたりもしくはこう本に載っている QR コードを読み込むとその限定動画が見れたりみたいな感じで本プラス動画で学べるものが結構ね、多いんですよね。例えば僕がね、他の動画でもおすすめしているこちら、えー、リットミュージックから出ている DVD で今日から叩ける簡単ドラムニューエディション っていうねやつなんですけれどもこれとかねま,あまさにタイトルにもあるように DVD がついていてでしかもそれに加えてさっき話した QR コードタイプの動画もついているっていうめちゃくちゃありがたい本ですねでじゃあさらにこの教則本がねその DVD がついてるからめっちゃ金額高いかっていうとそうでもなくてこれなんとね1600円ですさっきのこのボッザロックの教則本がこれね2400円なのでなんならねこっちの方が高いというところでこれはね非常に残念なポイントかなと思いますまあこっちが残念っていうかこっちが噛みすぎるっていうのは あるんですけどまあやっぱりねその、うん、楽器を学ぶにあたっては動画がねあった方が圧倒的にいいというかフォームとかねリズム音色なんかがパッとわかるわけなので学びやすすさが全然違うんですよねもちろん本だけでもわかる人はわかると思います特になんか今までこう別の楽器をやってて楽譜は読めるとかもしくは昔、えー、なんかドラムをやっててもう一回一から学び直そうと思ってこの教則本を読むよみたいなそういうね場合は全然いいと思うんですけどもう本当にね始めたばかりで,でかつ別の楽器経験もなくてみたいな方ら とちょっとねこの教則本の内容をそのねこうまあ文章と楽譜だけで進めていくのは結構ね厳しいんじゃないかと思います特に初心者で独学っていう風になるとそのね教則本の内容をなんとかその動画なしでその文章と楽譜だけで頑張って理解しようとしてでやっ 仮にににねね間違えちゃってた時にそれれを、ね、誰にも指摘されないいいかから間違ええたまま覚えちゃうとかいうと事態にななりやすすんですよなので正直ねこの動画がないっていう時点でこう他の教則本と並べた時にもう一気にあの学びやすさが劣ってしまうっていうのがありますただこの動画がない分っていうのをそう補うぐらい内容があめっちゃいい例えばこうすごいね丁寧に解説してくれてるとか写真めっちゃいっぱい使ってくれてるとかあとはもうほんとすごい初心者に寄り添った内容になってるとか、うん、そういう感じであれ まだあ全然ありかなと思うんですけどただねそういうわけでもないっていうのがちょっと次ね2つ目の微妙なポイントになってきます。 ということで、次、二つ目の微妙なポイントは、乗っているパターンや曲が難しいっていうところです。この教則本ね、ドラムを始めたばかりの人向けでありながら、初心者の段階では別にまだそこいらないよねっていうところまで取り上げちゃっていて、で、それがゆえに逆にもっとこれ必要だね、もっとこれ初心者の方にやってもらった方がいいよねっていう内容があ抜けちゃってるっていうね、事態が起きています。具体的には例えばこう、ドラムロールこう、ね、こういうザーン ってやるやるつこれとかあとパラリドルこう右左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 このこういうやつとかあとはこうスティック回しとかうんそういうのが入ってるんですが、まあ、正直これって実際の場面でそんなに。 使わないんでですよでだったら入れておいてほしかったっていうのが例えばアップダウン奏法っていってこのハイハットを1回の動きり2回たたくっていうね、まあ、アップダウン奏法っていうのがあるんですけれどもこれとかあと裏打ちっていうねまあこれはねボチザロックの曲でもすごいよく出てくるドラムのねパターンこのうちたち「打ちタッチ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 」みたいなこういうのがあるんですけれどもこういうのだったりとかこういうねもっと簡単でかつもっとよく使うみたいなのが意外とね抜けてるところがあるのでそれがねちょっと残念だなという風に思い まあこの裏打ちとかは一応最後の課題曲の部分でねチラッと。 と言ってはいるんですけれどもただこの裏打ちって消臭、えー、者の方がちょっとねつまずきやすいポイントでもあるしかつその1個じゃなくてねいろいろなパターンがあるのでもうちょっとね大々的に取り上げてガッツリね解説してほしいっていう風に思っちゃいましたボチザロックの曲ではねこの裏打ち本当によく出てくるしまあそのね他の曲でもよく出てくるパターンなのでなんでねこれは入ってないのかがちょっとね謎でした本当にまあもちろんね基本的な要素を全く押さえていないわけではなくてちゃんとね最初はこうドラムセットの名前とかスティックの名前とか のののの持ちちち方とととかそそういういゃんんっっっててるるでで学べは全然するんですがたただそのね基本的的ななな部部分分を抜けてちょっと応用的な部分になったゾーン、うん、この辺りのそのピックアップする内容の謎さがちょっと気になったかなっていう感じですまあおそらくねあえてちょっとそういう難しいフレーズとかあとはこうスティック回しみたいな飛び道具的なものを入れることでいろいろとね興味を持ってもらおうみたいな目的があったのかなとは思いますうんそれ自体はねまあ分からなくはないんですがただまあそういったちょい難しい内容がピックアップされていながら解説は、ね 割とサラッとしてるんですよね、まあ、例えばさっき言ったこのドラムロールバーってやるやつとかあとはこのパラリドルとか。 こういうういいののっていうのは結まあそのねさっきちょっと初心者が苦戦しやすいって言った裏打ちとかとはもう比べ物にならないぐらい初心者が割と挫折しやすいところこうね動画とか対面で教えてても苦手とする方が多いようなそんなものなんですけどその教則本の解説はもうほんとねあっさりしてて写真もね一応載って てはいるんですけれども枚数は割と少なめ、うん、で果たしてねそのドラム初心者の方がこれの情報を見てそのねパレードとかドラムロールをできるようになるんだろうかってのねちょっと心配に思ってしまいましたであとはこの教則本ね最後にこう曲をやってみようみたいな感じで課題曲がついているんですがそれがねギターと孤独と青い惑星なんですよねもちろんねめちゃくちゃかっこいい曲だしこれを叩いてみたいっていうのはわかるんですけれどもただこれねかなりテンポが速いですしこれね、ドラムのフレーズが簡単バージョンにアレンジされてるとか そういうこともなくて割と原曲そのまんまなのでうん初心者の段階でチャレンジするにはかなりハードルは高いと思いますしかもねなぜかあのドラムスコアだけじゃなくてこうバンドスコア、うん、他の楽器のパートとかもなんか載ってるのでドラムのね楽譜の面積が少なくて結構ね見づらくなっちゃってるっていうのも地味にマイナスポイントだったりしますまあなのでねこれ見てる方の中でもしねこの教則本使ってであの最後のね課題曲やろうと思っては全然難しくてできねえ俺ドラムの才能ないじゃんみたいにもし思ってる方いたらそれはねそんなことないですよ うん、ちょっとこれが難しすぎるだけだよっていうのはちょっとお伝えしたいです。でここでちょっとね宣伝なんですが先日僕ねこのレッスンチャンネルで「あの星座になれたら」 同じくね、ボチザロックの劇中歌であります、星座になれたらの超簡単バージョンのドラム演奏動画と、あと解説動画っていうのをアップしましたので、ぜひね、こっちの方を先にそのボザロ好きの初心者ドラマの方には挑戦してみてほしいなと思います。こちらの方がね、テンポがゆっくりで、かつ初心者向けにアレンジしてあるので、全然ね、取り組みやすいと思います。概要欄にね、リンクを貼っておくので、ぜひこちら見てみてください。ということでね、宣伝も挟みつ,つ、つまあこんな感じで、今日の速報の内容としてはね、正直ちょっと微妙かなっていうのを ままずねね二の前が感じたた印象ででございますでただ、ね、もう一つの視点としてその教則本としてというよりかは、まあ、ボッチザロックのファングッズとして、うん、こうボッチザロックがとにかく好きだからこの教則本買うんだよっていう方もいると思うのでじゃあそのファングッズとしてどうなのっていうのを次お話ししようと思います。 ということで、この教則本がファングッズとしてどうなのか見ていきたいと思います。まず、この表紙。うん、表紙はね、めっちゃいいですよね。にじかちゃんのね、このドラマの演奏がバーン一面出ていて。で、なんかこうね、教則本っぽくないというか、まあ、それこそね、ボッチザロックの漫画の単行本の表紙っぽいね、雰囲気がすごくあって、これだけでね、結構テンション上がる方ってね、多いんじゃないかなと思います。なんかおしゃれな雰囲気もあるしね。で、これね、中を見ていくと、そうね、ボッチザロックのアニメのカットが、 結構たくさん散りばめられているんですよ。ちょっとね、これ中はさすがにお見せできないので伝わりづらいかもなんですが、ちょっとまあイメージでお伝えすると、まあこんな感じ。うん。こんな感じで、こう1ページに1、2枚はそのアニメのニジカちゃんのカットがいろいろとね載っていて、あとはそのねトピックのまとめみたいなところにもニジカちゃんのイラストが使われていたりするので、だいたいね、この教則本のこうどこをね、こうパッて開いてもニジカちゃんがいるみたいな、そんな感じなんですよ。まあたまにね、いないところもあるんですけど、でもね、かなり高い割合でそのアニメのカットが カットがあるのでこれもね、うん、結構そのテンション上がるというか、なんていうかなかなかその他の教則本にはない,い,い要素だなというふうに思います。以前にもちょっと紹介したことがある、こちら、あの、バンドリの教則本、うん、バンドリの教則本っていうのもあるんですけど、これにはね、一切そういったアニメとか、まあ、もしくはゲームとかのね、カットが入っていなかったので、うん、これはね、ほんと最初見たとき、割と新鮮で、おおっていうふうになりました。ただまあね、良くも悪くも、そのアニメのカット 以外ののっ要素っていうのはまあ、例えば今言ったこのバンドリの教則本の方っていうのは、載っているフレーズがね、ほとんどそのバンドリの曲で実際に出てくるものなんですよ。例えば、こんな感じ。うん、これね、Amazon の試し読みの画像なんですけど、こんな風にこのドラムの教則のね、こう楽譜のところに、クリスマスの歌、CD0 分20秒からみたいに書いてあって、 で,で歌詞も書いいてあるみたいなこんな感じになっていてでほとんどそれなんですよその一部分だけちょっとそのあ実際のフレーズたいてみようじゃなくて割とねガッツリいろんな曲のフレーズが載っているのでそこがね僕この教則本すごいいいと思ったところなんですよねこっちらねそのドラムの教則本っていう部分そのドラムの部分にもバンドリの要素が介入しているのでこういろんな意味でこの教則本でしか得られない栄養素みたいのがあるなって思ったんですよまあ、こっちのボサロの教則本も最後のところにねちょろっとだけこの曲ではこのパターンが使われていますみたいな まとめページがね。あるはあるんですけれども、ただね。その実際のフレーズがそのまま載っているわけではないっていうのと、あとはね。その楽譜とかが載っているわけでもないので、まあ、ちょっとね。そのイメージはしづらいのかなという風に思います。まあもちろんね。その実際のフレーズを使うと権利関係だったりとか、あとはまあその難易度がね。ちょっといびつになっちゃったりとか、そういうね。問題が別で出てくるのでまあ難しいんだろうな。というふうには思いつつ。でも例えばね。それこそさっき、えー、話した。裏打ちっていうね。その墓地だる。この曲でもよく出てくるパターンがなぜかこの休息も載ってなかったりとか。あとはこれ。 話したアップダウン奏法。うん。アップダウン奏法っていうのはそのボチザロックの曲みたいな早い曲を叩くにはもう必須なので、それがね、なんで乗っていないんだろうっていうところもあったりして、なんていうかもうちょっと歩み寄れたんじゃないかなっていうふうに感じました。あとまあね、これはほぼほぼネタなんですけれども、これでね、あの3連符を解説してるページがあって、で、そこでね、こう3連符は田中とか鈴木みたいな3文字の言葉を当てはめるといいよみたいに書いてあって、いや、そこは二次かじゃないんかいっていうふうにちょっと思ってしまいました。まあそんな感じでね、アニメのカットがすごい出てくるのは新鮮 まあでそれでいってね2400円っていう価格なので、まあ、これをどう見るかっていうのは、まあ、その人のボザロ愛とかあとはまあこの胸臓もに求めるとこがどこなのかなっていうとこで決まってくるかなと思います。 はいということで今回はボチザロックの教則本レビューしてみましたまあその教則本とファングッズっていうところをうまく両立させようとしてくれたのかなとは思うんですが、まあ、それがねかえって恨み出たというかちょっと中途半端な感じになってしまったのかなというのが感想でございます まあ、とはいえね、さっき話した、そのアニメのカットがたくさん載ってるっていうのは、本当にね、この教則本にしかないポイントで、それでね、めっちゃテンション上がるから買うっていうのは、ま、あ全然ありはありかなと思います。まあ、内容としてもね、さっきも言ったように、ま、あ謎のに難しい部分ありつつ、ただね、本当に基本的な要素っていうのはちゃんと押さえてくれているので、うまくね、活用できれば全然上達できるんじゃないかなと思います。実際に、ま、あこれをうまく活用する方法として、一番おすすめなのは、このね、ドラムのレッスンに行って、で、この教則本を先生と一緒に進めていくっていうやり方です。うん、 これであればね、その先生にお手本を実際にやってもらったりとか、足りない部分をね、補足でレッスンしてもらったりとか、あとはその課題曲をね、こう別で用意してもらったりとか、という感じでできるので、この教則本をね、かなり有効活用できるんじゃないかなと思います。僕も現在ね、公式内に登録していただいている方限定で、個別のね、オンラインレッスンを1回500円で受けられるサービスやっておりますので、もしね、良ければこちらもぜひ活用してみてください。で、まあ、そうは言ってもね、レッスンに行くのが難しいという方もいると思うので、そういう場合は YouTube の動画をこう、併用というか、う,ん、うまく、 部部分部分で使いいいいいななががらやっていくのがねいいのねかなと思いま,すまあもちろんねこれに載ってるフレーズと全く同じフレーズのお手本が YouTube にあるかっていうとまあそれはちょっと微妙ではあるんですが、まあ、ただその8ビートとか16ビートとか名前で検索すればある程度に似たようなパターンが出てくる可能性かなり高いのでちょっとねそういったものをうまく併用して実際のね音とかフォームとか確認しつつ進めていくのがいいかなと思いますとまあねこんな感じでまあいろいろ言ってしまったんですがただね実際のところ僕はあくまでその更新視点というか僕自身がねこのドラム 初心者としてこの教則本で実際に学んだわけではないのでもしねこの本買ってドラムやってみたよって方とかもしくはねこうファングッズとして、えー、僕はこの教則本最高だと思いますとかうんそういう意見とか感想ありましたらぜひねコメント欄に書いてくれると嬉しいですということで今回の動画はここまでになりますこのチャンネルではねこんな感じでドラム初心者に向けた情報をたくさん発信しておりますのでぜひねチャンネル登録もお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ